皆さんこんにちは。サインチャンネルです。本日はじゃん全部お願いします。はい、お花見行きます。お花見、はい、まあ、あの桜が綺麗なとこあるんで、はい、まあ、今日天気悪いですけどね、はい、まあ、風も多少あるかもしれないですけど、いいじゃん、顔でカバーしてるもん。そうです、そうだよね。ここはね、静岡県島田市、島田市金谷、金谷門出駅です。ここが、あ、門出駅、はい、来ましたね、みんなで、ね、来ましたね、はい、みんなじゃないですね、専務と2人ですね。2人でしたっけ、一緒になかったですね。 SL があるとこね。はい、これ SL 広場がね、右にあるんですよね。え、来たら、うち来ました、しかも来たの、来たと、パトカーあるとき、パトカーいなかったですね。いないね、パトカーいなかったですね。で、今からね、あの有名なね、家山行きます。家山桜ね、見に行きます。はい、行ってきます。あと20分ぐらいかかりますけどね。はい、まあでもね、はい、どうぞ、やっちゃう、どうぞ。まあ、私桜なんか全然見たくないんですけど。え、もうすでに綺麗だからね。いや、全然見たくないです。線路沿いの桜全然見たくないですね。秘書は綺麗だよね。社長より意見、おいおいおい、じゃあ YouTube わかる。皆さんのさ、好印象、好印象、秘書、綺麗だよね。いや、俺はもうご飯食べたいですが。まあ社長はいいとして、秘書、おい、マジで花より団子、いいしょ、はい、イメージダウンにつながるから。花より団子でーす。あー、桜綺麗。本当に思ってる、本当に思ってる。好感度上げに行ってない。いやいやいや、なんでそんな好感度上げたがるかな、桜。そうだよね、いやいや、好感度とか関係ないから。めっちゃ綺麗じゃん、本当に。こんなの2本とかしか生えてないじゃん。いいよいいよ、今からじゃあ家山行ったらね、感動してもらえますよ、ね、そんなに集結してたら綺麗だとは思う。そんなに家山って何、桜めっちゃいっぱいあるの。うん、家山はね、うん、本当に桜すごいですよ。家山桜、うん、降りて、うん、まあ、車で見れるとこ行こうよって今言ってきたんですけど、うん、ねえ、だけど絶対降りたくなります。そうなの。はい、じゃあ僕はね、降りて撮りたくなるに、あ、撮るっていう行動をするに、ジュースかけちゃダメ、ジュース1本プレゼントします。はい、わかりました。一応ね、なんでここのここにするかっていうことをね、最初に話したんですよ。そしたらもちろん風が今日強いのが あって、あとは別にそんな桜歩いて見なくてもいいんじゃねっていう話になったんで、そしたら専務がね、ここのトンネルがいいっていうんで、それで今向かってる感じですね。そういう感じです。まあ広い道もあるんですけど、大井川越えたとこにね、まあ、あえてね、狭い道。あ、そうなの、はい、なんで広い道行かなかったの。いや、別に気分です。まあそんな時間変わんないです。そう、やっぱりあれだね、デートをやっぱ常にしてる人はいろんなこと知ってるね。デートあんましたことないんで、また誰かよろしく。違う、それ社長だよ。あ、誰かよろしくお願いします。だけ今からね、向かうって言ったんですか。でもね、専務がさ、綺麗っていうとこだもんでね、大したことないですよね、多分ね。いや秘書、おい、そうだよねってなんだ、おい、間違いないよねでしょ。専務が言ったら間違いないよねでしょ。いや、確認しに行ってやるかみたいな。そうそう、まあ、確認しましょうって話。専務の綺麗のレベルがどんだけのもんか。そういいですよ、いいですよ、はい、いいですよ。専務の綺麗なレベルがね、まあ、感動が低いんでしょ。そんなことないですよ。そんなことないですか。まあ感動は低いですよ、かなり。うん、少しのものでも綺麗だと僕は感じるんで。何、だからさっきからなんで好感度上げたの。いやいや、好感度さっきからマジで上げたの。普通の普段の話。あ、山桜もちょっと咲いててちょっとだけ綺麗だね。それ知ったかぶりじゃない、大丈夫、本当に山桜。いや、山桜でしょ、山に咲いてれば、違うの。安全運転で行くぜ。ちょっと足らんかったね、子牛が。足らんていいの。道が細くて、わ、狭いぜ。狭いね、ここマジで。こういう道は超安全運転で行くぜ。こっちってさ、長野に行く道。違う全然違う、うん、もうカーネーで向ける道。今ね、景色がすごい綺麗なとこがあったんでね、ちょっと撮ってきます。めちゃくちゃ綺麗な、線路も綺麗だね。ありがとうございます。ね、桜トンネルが見えてまいりました。桜トンネル。
これ桜トンネル、ここ。いや、桜トンネルですよ。桜トンネルですよ、これ皆さんね。あ、なんかほらほらほら、すごいね。あ、これでみんなここ止まるんだ。もう右側にチャヤになってるね。あ、左側もチャヤになってるんだ、これ。あ、蕎麦亭とかね。あ、川で特産物組合がいろいろ売ってるってことか。ちょっといるね。あ、平日でもすごい人いるよ。めちゃくちゃいる。ちょっとゆっくり見せますね。もうこれで終わり？まだまだ。今から？そんなのはもう序の口ですよ。え、今からですか？桜トンネル。です。ああ、そうなんすか。いや、桜トンネルは終わりました。あ、終わったの？うん、ああ、すごい。ここが家山桜ね。この右側がもう花見の名所。ここが家山桜みたいですね。この右側ね。ここに駅があってさ。駅があるの？そう。で、SL とかで来てね、花見するし。確かにやばい。鯉のぼりがね。だけどさ、俺んち実家の横もこんな感じだけどね。なんで名所にならないんだ。うちの実家の横も似たような感じだと思う。この川沿いもすごい。あ、川沿いがね。はいはいはい。これね、川沿い。これ皆さんね、ちょっとね、後で見せますね。わあ、すごいなこれ。この辺なんかもう広場になっててね、バーベキューの名所。あ、バーベキューの名所。うん。あ、鯉のぼりがいっぱいあるね。ちょっと後で見せましょう。ちょっと左行きます。はい、左行ってね、駐車場の。あ、ここがすごいんじゃないの？ここがね、ここデートコースね。デートコース。ここデートコース。あ、デートコース。お散歩コースね。あ、皆さんこれ来たことあるかな、これ。すごいやん。すごいね。めちゃくちゃすごい。デートしてる。あ、デートしてる。わあ、俺もデートで来たいな。ねえ、専務と一緒じゃねえわ、これ。うまそう。失礼な。ちょっと失礼だったね。俺こそ桜トンネルじゃないの？こういうとここそ友達と来たいタイプ。俺こういう時こそあの女性と来た。あ、ほら桜トンネルよ。あ、これすごいよ、これ皆さん、これすごい。これはすごいわ。これはすごすぎる。ほら、車で来てもいいでしょ。あ、車で来てもいいですね、これね。ほら、これはいいでしょ、満開。今が見頃。見頃ですね。今週末ぐらいまで行けるかもね。そうですね。これすごいな。やばいでしょ。これが桜トンネルね、いわゆる、ね、これはもう桜トンネルです。あ、家山です。家山、これが家山みたいです、皆さん。でもあれですね、師匠、降りてみたいほどではなかったですね、やっぱり。降りないよ。降りないね、やっぱね。まあ、綺麗に見えすぎちゃったからね。あ、見えすぎちゃったね。すでに綺麗だから、もういいかなみたいな。もう完全にこれ皆さんね、ちょっと私たち降りるのはやめました。はい、ジュース一本。はい。あ、奥までありますよ、まだ。まだ奥まで。もうまだ奥まであるんでね。一応全部見せますね、皆さんにね。これ専務の弁当があれば降りれる。ああ、そうだね。うん、さすがに。手ぶらで降りれん。専務の弁当があれば売れたけど、そうだよ、うん、ちょっと無理そうなんであれしますね、はい、こんな形でね。わあ、いいね、綺麗だわ。でかいね、やっぱ桜がでかいね。密度やばい、うん、桜でかだ。わあ、これはいいわ。じゃあこの辺で U ターンします。 U ターンしますね。あれだね、ここに住んでる人はお散歩コースでもいいね、はい、朝ね。良さそう。こりゃ専務デートに来るっていう意味わかるわ、うん、ちょっとやっぱ手をつないで行くってことでしょ。そうですね。いいね。あ、来ました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 。ここがね、本ちゃんの桜トンネル。ここやばい。ここやばいね。でもうちの庭のちょっと横の方もこんな感じ。これすげえな、この桜トンネル。これはまあすげえわ。これはちょっとマジで出島だな、これ。犬さんも連れてて、ここはすげえわ。どやばいね。やばいね。うん、確かにどやばい。これはやばいわ。焼きそば売ってたりとかね。あ、こういうところでやっぱ商売なされてる方もいるんだね。グランクールで焼きそばでこんなに売れんのかな、焼きそばが。すごい、30個ぐらいあったよ今。あれ、ツアー、ツアーがいますね。すごい、ツアーですね。
サマーツアーね。バスツアーかあれですね。SL ツアーか。あ、ツアーですね。今ね、専務がね、家山駅っていうところにね、案内してくれてます。あ、看板出てますね、家山駅ってね。あ、でもちょっと看板消えちゃってますね、でも取れちゃってね。あ、いましたね、秘書が。あれ、秘書。秘書。おい。秘書。秘書どうしたの、そんなとこ座って。どうしたの秘書。おい、やばい。でもさ、パンダってこの目の黒い部分取るとドブサイクなのね。そうなの？うちメイク外したらマジでこのパンダの黒い部分取った感じになるから、マジで似てんの。マジ似てる、マジで似てる。はい、パンダさん、はい。はい、向かってきます。はい、向かってきます。これが正面ですかね。はい、じゃあ家山駅ね、ちょっとね、家山駅です。皆さんに見ていただきましょう。これね、これもデートスポットですか、専務？いや、そうではないんですけど。あ、古い駅ですね。降りて、うん、あ、じゃあ駅行きますか。これね、駅す、ここが家山駅って ね、これね、この駅がね、はい、素敵なんですよ。あ、素敵なんすか。駅降りて、もう歩いて、もうそのまま散歩コースみたいな。そういう感じっすか。そうなんです。駅降りてそのまま散歩コースみたいな感じですね。で、観光バス見てください。わ、観光バスめっちゃいる。あ、これすごい、すごい、これ観光バスがね、めちゃくちゃいる。あ、ここで皆さん歩いていくってことか。そうです。ここは遊歩道っていうかね。ああ、ここ歩いていってね。それでですね、左がこういうね、桜のねトンネルになってるんでね。あ、これね、いいですね。まだね、もう1週間ぐらい見れるかもわかんないですね。皆さんね、ぜひね、遊びに。来週まではギリ大丈夫そうだね。さっき言った鯉のぼりをね、今から見せますね。もうここがメインですね。はい、ここがメインなんで。川沿いね。川沿いね。家山川。はい、これがね、メインのね、鯉のぼりになりますね。すごいな、鯉のぼり。これ上から下までね、全部鯉のぼりなんですよ、これね。こんな感じでね、鯉のぼりがね、あります。どうやってやってる？いや、釣るんじゃないの？もうワイヤーで釣ってますね。ねえ。どうやって鯉を張ってるの？わかんない。最初あれかもわかんないね。ここがね、写真家がいますね。はい、ここが線路でね、SL と桜と撮るとこですね。そうですね、ここがね、SL と桜と撮るとこみたいですね。コラボしちゃうんだ。線路が、あの、線路じゃない、線路が見えませんが、これ線路見えましたね。はい、こんな感じです。皆様、桜はどうだったでしょうか。場所線路どこでしたっけ、もう一度お願いします。はい、静岡県島田市の家山ですね。家山、はい、家山駅があってね、ここすごい、本当にね、まだあと10日ぐらい見れるんで、 YouTube 上がってる頃は満開、超満開じゃないですかね。うん、なんで皆さんね、ぜひね、ドライブがたらね、来てみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。車から降りずすいません。俺と人が興味がないんで、専務だけです。それじゃあね、みんな、バイバーイ。バイバーイ。